菅政権発足から1ヶ月、今週日韓関係に関して新しい動きがありました。日本政府が次回の日中韓首脳会談に関して、韓国が元徴用工問題で受け入れ可能な措置を講じない限り菅総理は出席しないとの立場を伝えたと12日に日韓関係筋が明らかにしたとの報道がありました。茂木外務大臣は会見で、現段階で決まっていることはないと発言したものの、韓国外務省は年内開催に向けて努力中で関係国と協議している。韓国大統領府の報道官は、問題を解決するために会うものだ、問題があればむしろ会って解決しようと努力すべきと述べています。鈴木さん、この日本政府の対応と韓国側の反応をどうご覧になりますか。はい、予想された通りでですね、菅さんは韓国という国の本質を見切った、数少ない政治家だと思います。そこで韓国の罠に気がついてですね、いかないんだと思います。で、日中韓の3カ国首脳会談で言ってもですね、日韓の倍は多分やることになっちゃいます。そして日韓の倍をやるとですね、韓国の言い分を飲んだことになります。会うだけで。なるほど。つまりムン・ジェイン大統領の発言がですね、これに罠が仕掛けてあって、ちょっとすいません、読んでいただけますか、それを。はい、日本政ムンジェインさんですね、大統領府ですかね。問題を解決するために会うものだ、問題があればむしろ会って解決しようと努力すべき、まさにそれが象徴的なのは、問題の存在を認めろってことです。なるほど。つまりこれは領土紛争と同じで、日本政府はですね、あれは全て解決してるんだと、問題は存在しないじゃないかって言ってるのに、この韓国の方はまさに問題、話し合おうと言ってることで、それに応じた瞬間に、お前も日本も日韓国交正常化の時の協定が間違ってたと認めたんだなって言い出すに決まってるわけです。なるほどね。だからあってはいけないんです。でそれは日中も同じです。今日日中の話はですね、行くと、話が取れちゃいますから言いませんが、日中も同じ罠が仕掛けられて、それは尖閣の話ですね。その通りです。なるほどね。でちょっと言いますとですね、領土紛争ってのは、実効支配してる方はですね、領土問題が存在するとは言わないんです。はい、おっしゃる通り、そうです。で中国は今どんどん尖閣で挑発してきて、ここでですね、私が予測してたのはですね、現状維持しようやって言い出すだろうと思ったんです。で日本がそうですねと言った瞬間に、現状維持ということは私の領有権主張を認めたということだよね。なるほど。でそうなるとですね、中国が軍事力使ったっていいじゃないかって、これは前例があるんです。ASEAN が南シナ海で領有権を主張しているときに、中国がですね、どんどん軍艦を持ってきた、20世紀のせいです、それで ASEAN は困ってですね、ARF っていう、ASEAN ベースの多国間の安全保障会議で、中国を追い詰めたわけですね。で2002年に ASEAN プラス中国の首脳会談で、南シナ海の係争当事者間の行動宣言というのを出したんです。これは武力行使をしないという約束したんです。武力不行使の約束です。ところがこの約束を した後に、中国は武力で作って自分の領域を広げてしまう。これと同じロジックで、中国とからすればですね、こうやって話し合った瞬間に、俺の権利もお前は一部認めたではないかと、だったら俺が軍事力を行使してどこが悪いんだってロジックになっちゃうわけです。で国内の問題とは違うんです。国内はですね、日本国内だったらちゃんと司法というものがあって、そういうむちゃくちゃなことをやる人は裁くようになってるけど、国際社会では司法がないんです。ですから領土問題が存在すると認めたちゃったりですね、あるいは日韓の間で言えば徴用工問題がある、だいたい徴用工って言い方もおかしくて全部募集工なんですけどね、という問題を認めた瞬間、日本が譲歩していることになる。だからこそ菅さんはですね、二目もない言い方で官房長官時代から韓国は不法行為をやめろって言い続けてるわけです。で韓国に近い日本のメディアとか、日本の専門家がですね、やはり日韓は首脳会談すべきだと、必ず言うわけですよね。それは罠にはめようとしてるわけです。で日中も同じで、
これだけ尖閣で緊張が高まってきているときに、うん、もし中国側がですね、はい、現状維持しましょうやって言った瞬間に、うん、いいじゃないかって言い出す政治家が自民党にもいっぱいいるわけです、うん、その瞬間に実効支配している側が、うん、領土問題の存在を認めたことになる、うん、なるほど。で現にテレビ見てたらですね、中国政府じゃないけど中国の研究者がですね、はいはい、問題を現状固定しようって言い始めたじゃないですか、うん、そら来たって感じですよね。なるほどね。まず民間に言わしといて、うん、政府が言ってくるでしょうね、うん、中国政府が、うん、これはもう実に見事簡単な罠です。うんうん、真田さんは日本政府の対応などどうご覧になりますか？はい、僕はあの日本政府の対応は素晴らしいと思います。ほう、うん、鈴木さんが言われたことに、ね、加えて申し上げますとね、はいはい、今日韓がさまざまなトラブルを持っている中でですね、うん、はいはい、中国を交えて三者会談をやると、うん、多分ですね、中国は玉の利を得られる。ほう、日韓の狭間に入ってですね、中国の利権に関わるようなところで両方どっちを賛成サポートするのかと、うん、そういうような形でですね、オプションの数が増えると思うんです、はいはい、それによってですね、うん、中国の力がさらにそこの地域で強まる可能性がある、うん、だからそういう意味からも日本はね、応じてはいけないと思います、うん、そしてね、日本が不法な状態にあるというふうに言ってる背景にはですね、はい、うん、国際法上の国際的なルールの中で韓国はきちんと対応していないと、はい、でそれはすなわちですね、うん、価値観の共有が韓国とはできていないような状況だというふうに読み取れるわけです、はい、今国際社会の中で非常に大きなポイントはですね、うん、まあ、米中の対立でもですね、はい、価値観の共有ができるのかできないのかっていうのが一つのキーワードになっているわけですけれども、韓国は先ほどの鈴木さんのお話のように、はい、南シナ海でのお話と同じようにですね、うん、日本から見るとっていうか国際法上ですね、やっぱり不法行為をしていると思うんです、はい、それをきちんと改善しないっていうことはですね、うん、価値観が共有できないと、うん、はい、だから価値観の共有できないところと議論をしてもですね、平行線になるだけだしです、うんうん、そういう意味からも僕はあってはならないと思うし、うん、今の日本政府のこの問題に対する対応の仕方はですね、うん、非常に素晴らしいと思います。鈴木さんね、はい、とはいえまだそのなんて言ったらいいんですか、現状はまだ未決なわけで、未決というかその日中間のサミットに関しては日本政府は何も決まっていないと言っているわけで、韓国側もそのいつ再開催するということも言っていないというのは、つまりどういうことかといえば、ホスト国である以上ムン政権は中国の、まあ、李克強さんと菅総理にソウルに来てほしいとは思っている、これは多分前提として間違ってないと思うんですけれども、その意味において現状において行かないと決めることが本当に国益にかなうのかということをあえて伺いたいんですけれども、今の段階で行かないと決めるのではなくて、ちょっと原因の言い方なんだけど、お前来てほしいんだろうと、韓国に対してですよ、来てほしいんだったらば我々が行ける、私が行けるような環境を整えろよというふうに相手に対して譲歩を求める、それを今の段階で下交渉しているからこそ茂木さんは現段階で決まっていることはないというふうに言ってるんではないかというふうに、そう思うわけですよ。だから現状行くべきではないっていうのではなくて、行くか行かないかのカードを相手に対して見せて、やりたいのは向こうなんだから、だったら我々が、私が行けるような環境を整えろ、つまり差し押さえ資産の売却はしないということを明言しろよというふうに、まだその段階ではないかという見方でもないですか？もうそんなこと言ってもしょうがない国なんですか？まずですね、はい、日本政府もだからこそ正式には行かないとは言ってないんです、はい、言ってないです、おっしゃる通り。で共同通信に2週間ぐらい前からリークを始めてですね、はい、でも現実問題はですね、反町さんがおっしゃってるようにはならないもうダメ、いくら言ってもダメ。はい、今さら徴用工、いわゆる徴用工の問題で文在寅政権は降りられなくなった、はい、なるほど。二つ目、はい、仮にですね、はい、現金化はしないと約束してもそれを守る国ではないんです。じゃあそれを何約束してもしょうがない国っていう話になっちゃいますよね。もちろんそう、あ、そうですか。つまり、はい、今まで日本とかアメリカが力があったこそ、はい、からこそ韓国は約束を守ってきたに過ぎないんです。なるほど。価値観を共有して約束を破ると信用がなくなるから約束は破れないんじゃないんです、うんうん、相手が強いから破らないだけなんです、はいはい、で日本に対してもアメリカに対してもどんどん約束を破り始めた、はいはい、これはもう俺の力があるからいいんだと、う
ついにアメリカもですね、韓国に対してゴールポストを動かすなと怒り始めたんです、うんうん、これはあの、作戦党政権の遺憾の問題で、はいはい、これは後ほど出るかもしれない、はい、だから日韓だけ見るとですね、うん、まだ日本の情報が足りんからだっ ってこの番組でって言う人もいますけど、うん、米韓を見るとですね、同じ構図なんです、うん、なるほど、アメリカとの約束がどんどん破ってるんです、うん、でその変化を見なきゃいかんと思います。いかがですか、真田さん、もう交渉の余地はないんですか、はい、いや、交渉の余地はですね、はい、韓国側の出方としては、うん、が出てくればですね、はい、あると思うんですけどね、はい、ちょっと視点を変えて一言申し上げていいですか、はいはい、僕はね、一つだけ気になっているのは、うん、韓国が彼らのやり方からするとですね、国際協調に否定的な消極的な日本だということをですね、また国際社会に対して喧伝を始めると思うんです、うん、これは止めなくちゃいけない、うん、日本はきちんと国際協調をしている国だということを示しながらも、うん、でもこの問題については議論ができない、なぜならば国際法を破っているのは韓国なんだからそれはできないということを国際社会に向けて強く言っていかないといけないというふうに僕は思うんですね。なるほど、はい、それを加えて日本政府の今の立場で、それで鈴木今反町さんもおっしゃられたような形でね、韓国側にタッピングをしながらですね、向こうの情報を待つというような形でですね、持久戦で時間をかけてじっくりと待つということをしていけばいいんじゃないかなと思います。そうするとじゃあこの国ですよね、韓国信頼できるかどうかという一つの材料になるのがこの間 その日韓の電話首脳会談です。菅さんはその韓国側ムン大統領との電話首脳会談において、韓国側において日韓関係を健全な関係に戻していくきっかけを作ることを改めて求めた、つまりボールはあんたにあるんだよというふうに言ったということです。それに対してムン大統領の発言として紹介されているのは、両国の立場に差があるのは事実だが、両政府と全ての当事者が受け入れられる最適の解決方法を共に見つけ出すことを願うんだと。この両者、まあ、総理とその大統領の発言を比較したときに、なんて言ったらいいんですか、絶望的ですか、まだ可能性ありますか、どうご覧になりますか。私の 見方ではですね、はい、まあ、かなり絶望的に近いですね。そうすか。ただ韓国側のですね、はい、一つ その情報と見られるのは共に見つけ出すということは、価値観の共有をしたいというふうには言ってるんだと思うんです。ほう。しかしながら、文大統領のこの共に見つけ出すっていうのは、自分の価値観に日本が寄ってきなさいというふうに聞こえるんですね、うん、だからそういう意味で、うん、遠いんじゃないかなというふうに私は見ています、うん、いかがですか鈴木さん、ここに希望の光はありますか、ないですか。いや全くないです。今頃希望の光って言ってるのは自体が騙されてお人よしです。すみません。前申し上げたけど、はいはい、日本の政治部記者っていうのはですね、うん、自民党政治の妥協というか慣れ合い政治に、はい、が当たり前だと思って8対2で割ることが幸せです、っていうのはごめんなさい、僕は政治部記者全部背負ってるわけじゃないですよ、そういうふうに言う人がたくさんいました、どうぞすみません、はい、でも国際社会ってそうじゃないと思うんですよね、はい、なるほど。その日本人同士ってなーなーでね、うん、何でも決めれるじゃない、はい、僕は韓国行って一番驚いたのは談合がないんです。ほう。でなぜ談合がないかっていうと、うん、裏切るからです。カルテル存在しないんですか、中国もそうでした。で韓国人に褒められたことがあって、日本人ってのは非常に信頼感のある民族だと、はい、お互い信頼してるから談合できるんだ。なるほど。でそういう褒められ方もですね、うん、して嬉しくはないんですけどね、はいはい、確かに言われてみるとそうでした。ほう。つまりお互い約束したことは守るんだって前提があるじゃないですか、うん、でお互いまあ 100% 勝ち負け決めるんじゃなくて、うん、両方儲ければいいじゃないですか、これずつ、はいはいはい、まさにこれは自民党の断交体質ですよね。そう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 。これが日本の業界でもそうなんです。みんな業界が生き残るためには、はい、ね、ちょっと技術力のないところをこうでも仕事回したりやってるところがあるわけです、はいはい、ところが国際社会はそうではないから、はい、そこで大いな誤解があって、はい、で共に見つけ出すなんて言われちゃうと、うん、日本人はジーンとなっちゃうけど、要はそこは、うん、まず2つあって、1つは、はい、問題の所在を認めろ、うん、案に引っ掛けてる、はい、で2番目は真田先生がおっしゃったみたいに、お前は俺の価値観に合わせろってこと言ってるわけです、うんうん、でこれ共に見つけ出すって言いながらも、共に見つけ出そうだと思ってなくて、言うこと聞けって言ってるんですか。韓国の場合はですね、はい、勝つか負けるかなんです、うん、つまり妥協というのがないんです。なるほど。特に昔は力がなかったから、まあ、妥協せざるを得なかった、はい、で韓国の場合は妥協というのは負けだと思いますからですね、うんうん、非常にそこのところは価値観が違うと思います、うん、それを理解せずに、うん、特に日本の自民党の先生方はですね、はいはい、自分たちと同じような人が
朝鮮半島にもいると思って勘違いしてやってると私は思いますね。今のお話でいうと、その国際社会、アメリカやヨーロッパも含めて日本だけがとってもお人よしにでいるっていう理解でいいですか、それともそこまでみんな裏切るわけじゃないよっていうふうに希望を持っていいですか。まあお人よしっていうかバカってことですよね。だけど、うん、ある程度あの西側の国はパンツ履いててですね、はい、そうめちゃくちゃ約束は破れないわけです、うん、それはね、はい、法治社会で法にしっかりとですね、はい、定義をされたらばね、はい、欧州やアメリカの人たちはそれはあの裏切らないですよ。なるほど。だけれども、うん、アメリカやヨーロッパが今あの中国や韓国に対して言っているのは法で決められていてもなんだかぐじゅぐじゅやりながら破ってしまうじゃないかと、うん、なるほど。コンクリートで人工島、人工島を作ったりとか、はい、ああいうのだって、はい、うん、既成事実を作ればそれが、はい、本当になるっていうような考え方を持っているような人たちとは一緒に付き合えないよっていう、はい、そういう感覚はね、うん、あの欧米の人たちは持っていて、そこのところがちょっと、うん、あの違うと思いますね。それって要するにその価値観を共有するってよく言われる中で、まさに今言われたみたいな法治主義とか法治社会という、まあ、共通のルールを決めたらその中でちゃんとその中で戦おうよっていう感覚がね、うん、はい、中国に対してない南シナ海なんかの例を見たときにそう信じられないというのは分かるんですが、韓国もそのなんていうか、そのなんていうんですか、異質論の対象にも韓国も入ってるんですか。今は入ってると思います。昔日本が言われましたよね、はい、日本異質論だという、はい、あの状態から見れば30、40年ぐらい前だと思います。日本は今異質論の対象にはもうなってませんよね。今はなってないと思います。で今じゃあアジアにおいては中国韓国が欧米 その社会から見るとあの国は法律じゃないんだよって異質な国なんだよというふうに見られているという理解で見られていると思います。いかがですか。まさにそうで、はい、まあ、中国はもうどうせねこっち側の国じゃないと、うん、それからいわゆるちゃんと民主化しないし、はい、その背景には法治国家ではないからだっていうのは認識が広まったと思います、うん、はい、で韓国もですね、うん、アメリカ人の多くも騙されてきて、でまあ、民主化してそれは自分がやってやったんだみたいに思っちゃうからですね、はいはい、アメリカ人ってのはお人よしで民主化すると、うん、自分の側についた、うん、でその民主化は俺がしてやったんだと思う人々ですから韓国に甘かったんだけど、うん、最近アメリカ その論文の中に韓国ってやっぱり敵なんだよね、うん、怪しい国なんだよねってのが出始めたんです、うんうん、それもその辺の人が書いてるんじゃなくてですね、うん、かなりホワイトハウスの中枢に近い人が書き始めた。なるほど。で、あ、これは変化だなと思ってですね、非常に私はそれを見てます。ポンペイオ、はい、ポンペイオね、はい、国務長官がニクソンあの記念館でですね、はい、発言したのがありましてですね、あの時に、ニクソン・キッシンジャーの共和党の先輩たちが、はい、共産党は変わってくるだろうと言っていたのが、はい、実は間違いだったというような発言をしてますよね。なるほど。ですから、その時間がかかればで、うん、立てば変わるだろうというような見方がですね、うん、違ってるっていう見方が今非常に強くなってきてるんだと思うんですよ。価値観の共有の問題にはね、そこのところの根底のね、なるほど、期待をしていても変わらないという結論付けをしたところがあって、うん、で韓国もやっぱり変わってないんじゃないかと、そういうくくりになってきてるように思います、うん、はい。